はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。今回もコールオブデューティブラックオプス縛っていこうぜ。今回の縛りはですね、スカーにモードセレクトをつけてください。つけます。よろしくお願いいたします。最近ね、暑くなってきまして、自分はよくコンビニとかでね、アイスを買ったりするんですけども、その中でも最近自分のね、好きなアイスがね、アイスの実というね、ピーチ味のな、あるんやけど、めっちゃうまくない？あれ。めっちゃ好きなんやけど、あれ、開幕入れんかった。ハードラ。あっちの方がスタート早いんかな。あそこね、入れたらね、奇襲かけれるんやけどな。おっと。こっちかな。顔出すね。あ、でもいるよ。あった。多分、戦馬が焚いてるんじゃない？焚いてねえの？多分、スナイパークランの方だと思うんで、戦馬か要注意ですな。戦馬か要注意、もしくはリスに入ってくるか2択やな。こっちやろ、多分。あ、リス変わってね。わ、うまっ。やりよる。アイアンサイドですね。あれ、よく反射になるんやけどな。よう当てきれるわ。さあ、2階から覗いてきてもええんやで。あ、そっちいるんかい。え、いないんかい。いるやんけ。モードセレクトが邪魔でしょうがねえ。なんで俺 AR で連打せなあかんねん。全然キルできないんやけど。普通にバスで打ちたいんやけどな。普通にダダダダダって打ちたいんやけど。おお、すごい退出していく。結構ね、チーデスでね、結構退出するのは結構、まあ、日常茶飯事なんで、別に変わった様子はないんですけど。ギリギリ後ろ取れたらよかったよ。え、降りてくる？多分これ。わかんない。降りてくる前に抜けようか。タイミングやな。あー、そっちいるのかーい。リス狩られるやろ。だけん、こっちに行く。降りてくるやろ。で、逃げよう。よしよし、まあ UAV まで出せたんでよかったかな。リス位置が開く。こっち行こう。結構リスを読むっていうのはチーズによって大事ですよね、やっぱり。まあ、こっちから来るんじゃね的な。ほらな。よしよしよし。いけてるよ。意外といけてる。オッケー。ちゃんとモードセレクトやな。これモードセレクトよね。ちゃんとつけてるよね、俺。かざしてきてもええんやで。センキュー。あ、ライス適当にとこ落としすぎたか、さすがに。さすがにちょっと適当すぎたね、今の。横から失礼します。いねえし、いたし。あ、追いかけられてたのね。自分の録画環境はね、ほとんど音はないんですよね。ゲーム撮るときは特に。テレビのね、イヤホンジャックの部分がね、ぶっ壊れてて、あれ？そう、イヤホンジャックの部分がぶっ壊れてて、イヤホン挿して音が流せないんですよ。本当は、今、こう、キャプチャーボードつないで、音声撮るじゃないですか。音声とゲーム画面撮るじゃないですか。で、テレビにイヤホン挿して、で、それで音を聞くじゃないですか。普通はね。普通はね、普通は、なんですけど、その刺すイヤホンジャックの部分がぶっ壊れてて、なんか奥に行っちゃって、刺す部分がね、そう、どっか行っちゃったんだよ。壊れたっていうか、なんか中に入っちゃったパターンかな。そうそうそう。で、もう、なんか テレビが壊れてるんだよね、要するに。後ろに入り込まれるときついな。やっぱさすが SMG。エフストーム、部屋の中入ろう。余分なデスはストリークで消費しない。キリ。こっちからの攻めるのはあんまり得意じゃないんですよね。相手有利なんだよね。頭1個のポジショニングが多いからさ。ほらな。そう。こういう上からとかね、見られちゃうからね。なるべくならこっちから攻めたい。高低差的にはね、やっぱりこっちの方が上を取れるんで、やっぱこっちの方が有利、有利やな。いくら分か有利やけどね。
まあ来てもええんやで。まあ来ないでくれた方が嬉しいけど。いるやん。あそこの一個出しはきついな。あれは多分スナイパーでも打ち抜かんときついな。タイミングやろ。船もし、そこまで下がるか。そこまで下がったか。あそこの一個出しはちょっと予想外だった、マジで。やめてほしい。びっくりするからやめてほしい。今落ちたな。着地失敗したな、さては。 UAV 落としたいけど、ちょっと今無理かな。まあ、無理やね。UAB、てかロケットランチャー持ってきてねえし、ダメじゃん。さあ、相手センターあと1人ワンキルされるけど、こっち来るやろ。あ、はい。ということで、わ、すごい抜けるな。うん、69対75で、負けちゃったけど、AR にモードセレクトはいらないですね。アバカン以外はいらないと思います。では、ご視聴お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。